はい、では次はですね、実際の自主トレーニングメニューにもなってくるんですけれども、身近にあるものを使っていきたいと思います。でまず使うのがこれ、テレビのリモコン。まあリモコンじゃなくてもいいんですけど、こういうちょっとこう箱型というか、こう四角いものを用意してください。はい、でこれどうやって使うかというと、スムージーラブヨ、親指と人差し指と中指のこの3本ね、ちょっとチェックしていくんですけど、例えばね、親指とこの中指、ここの間でリモコンをこうやって挟みます、ね、こうやって手を置いてあげて、いい方の手でちょっとこうやってあげて挟んであげます。で間のこの人差し指がこの上に乗ってる状態、これでまずやります。はい、この状態で指を横に動かしてみる。でちょっとでもいいです、ちょっとでも動くかどうか。でね、他の指はこうやって挟んでるんで、基本的にはそう動かないよう、ここで止めてるんですよ。止めた状態で、ここの指が、ここにちょっと動いて、動いて。まあ、上げれる人はもちろん上げてほしい。これで、他の指のちょっと邪魔を取ってあげて、ここの指だけをまず動かすっていうのがこれトレーニング。はい。で、じゃあ中指の場合はっていうと、薬指と人差し指で挟んであげるんです。挟んであげて、ま、真ん中の中指をまたこうやって横に動かせれるのか、上げれるのか。これをやってみてください。はい、基本的には多いのが、この時にこう横に動かそうとすると、そもそも指を反ってないとね、摩擦が強すぎて、こうやってグーッと当ててるようだと横に動かないですよ。グーッと当てちゃってる。なんでここで動かそうとするだけでもちょっと指がね、こう伸びてくる人が多いので、まあレベル高い人ですけど、もしやれたらこういうのやってあげてください。で親指の場合はもうこのまま横にこうこんな感じね、置いてあげて、ね、親指だけ乗せます。でこう他の指止めてあげて、親指でこうやって動かせれれるのか、ちょっと上げれれるのか、これもチェックしてあげてください。はい、これで要はそこの指、人差し指なら人差し指だけをちょっとこう分けて動かすっていうトレーニングになります。はい、でもしやれたら、実際にこのリモコンのボタンを持ってあげた時に、そこのボタンを押せれれるのかどうか、これ操作のポイントになってきます。はい、じゃあここでね、電源入れるボタンのところに、こう人差し指の場合はこうやってね、人差し指だけリモコンのボタンのところに乗せてあげて、でそこで人差し指で電源入れるボタン、他のボタンを狙えれるのか、操作ができるのかですね。で中指の場合はまたここで挟んであげて、押せれれるのか、これで操作の具合になります。で親指の場合もそう、親指の場合もここでこうやって持っちゃって、こっちの手でね止めてあげて、いい方の手で、で親指だけで操作ができる。ここで操作の具合の自主メニューになってきます。